はい、こんにちは。先日ですね、アベマプライムで成田悠輔先生と池戸満作さんがですね、日本なぜ成長できないっていうテーマでなんか議論してたんですよね。で、30分ちょっとの動画なんですけども、僕それ見させていただきまして、もうすごい面白かったんですよ。熱い討論で勉強になることいっぱいあって、でやっぱりね、これすごい再生回数も伸びてて、でネット上ではいろんな意見が飛び交ってるんですよね。なので、今回は本当に一美容外科医である経済の専門家でも何でもない私が動画を見たね、感想をね、述べさせていただこうと思います。なので、僕の意見に対して、全然それ間違ってるって、お前もっと勉強しろとかね、そういう意見もね、いっぱいあると思うんですけれど、お手を柔らかにね、お願いします。なので、僕の意見とね、全然違うなって、ミキは間違ってるっていう方はね、それってあなたの感想ですよねってね、もう遠慮なくコメントお書きください。全部受け止めますんで。で結構ネット上ではね、議論がですね、すごいいろんな意見が飛び交ってるんですよね。で、もともとどういう経緯でこういう議論になったかっていうと、まずその成田先生が日本経済の横ばい力はすごいっていうことを発信したんですよね。で、そしたらそのツイッターでですね、それに対していろんな人が、日本経済成長しなくていいってことなのかとか、日本経済に対するこれは皮肉なのかとか、この苦しい状況をずっと続けろってことなのかってね、いろいろ批判するコメント、ツイッターで多かったんですよね。で、それに対して、でその経済アナリストの池戸満作さんもツイッターで、こいつ頭大丈夫かって成田先生のことをですね、こういうふうに言ったんですよね。で、アベマプライムで議論することになったと思うんですけれど、アメリカとかイギリスとか先進国ではその GDP の今後どんどん落ちていくわけですよね。今でも落ちていくって、そういうふうに予想されてるんだけど、その中では日本は横ばいなわけなんですよね。なので成田先生が言うには、自分の発言に対してね、言葉尻を捉えて元の解釈と、全然関係ない話に飛んでいって、そこで特定の人間を批判してみんな大満足だっていう、その、日本特有のなんかネットのね、よくあることだって、残念ですっていうふうに言ってて、それに対してはね、僕も全く同じ意見なんですよね。やっぱり一部だけ切り取ってそこでわーって批判するのってよくあるので。で、成田先生が言うには、ここ数年はたまたまその世界でそのインフレが起きて GDP も落ちてきていると。で、その中で日本はインフレ率は比較的低いんですよね。比較的で GDP も横ばいで安定してるっていうふうに、ここ数年のことを言ってたわけなので、成田先生の発言は全然おかしくないって僕は思いますよね。で、池戸さんはどういう発言をしたかっていうとですね、先進国で日本だけ、GDP が増加していない、経済成長していないと、これは小泉竹中政権からもう急にダメになったんだと。で、政府支出を年平均 1% しか増やさなかったと。で、他の先進国はもっと増やしていったと。だから他の先進国は経済成長していったのに、その日本だけその経済成長しなかったと。で、日本っていう国は通貨発行権があって、政府支出で世の中に新たなお金が生まれれば、それを国民が使って経済成長していくんだと、そういうそのあれですね、いつものっていうか、三橋 MMT っていうか、あれですよね、和製 MMT 信者の方たちの論理だと思うんですけど、いつものこの理論をおっしゃったわけですよね、池戸さんはね。で、その他の国では政府支出が増えてるから、経済成長してるっていう理論なんですけれど、それに対して成田先生が、経済成長していない国はそもそもそのお金が入ってこないので政府支出を増やせなかったってことの、そういう可能性もあるんじゃないですかっていうふうにおっしゃるんですよね。で、これも
やっぱり一理あるなって思いましたね。ああだからこうじゃなくて、その別の考え方もあるっていう形で、まあ、そういう考え方もあるんだなって納得させられましたね。なので、まあ、例えば成田先生が極論的なことを言ったんだけれど、じゃあその政府が国民みんなにお金をね配りますよと、それで国民がみんな働かないですよと、でみんなパチンコに行って、お金使いますよ、それでも経済成長してるっていうことなんですかっていうふうにねおっしゃってね、まあ、極論的に考えるとこういうことなんだなってっていうことが分かりましたね、うん、でなので成田先生が言うには、その池田さんが言うのはその一つのシナリオであると。なので池田さんが言うには、その、まあ、お金を配りますよと、でそれでみんなが経済活動を頑張りますよと、日本国民がその、ね、配られたお金をもらって経済活動をね、頑張って、でなおかつ貯蓄もしないで使いますよと、でなおかつ大したインフレも起きなくて物価も安定してますよっていうことが全部実現されれば、池戸さんのシナリオが見事にねうまく遂行されるんだけど、でもそんなことって断言できませんよねっていうことを成田先生言うのね、もう本当に全くその通りだなって思いましたね。はい。で、まあ、世界ではそのコロナ対策でお金配りまくって、でインフレがもう起きてしまって不景気になってますよって。だから日本でも同じようにですね、国民に政府室でお金を配ればですね、そういうことが起きてしまうんじゃないですかっていうこともおっしゃってて、やっぱりこれも一理あるなって僕は思いますね。まあ、これに対して、ね、いろんな意見あると思うんですけど、僕はね、成田先生の話の方に納得させられちゃいましたね。で成田先生がその仮説の話をして、まあ、仮説として本当に仮説なんですけど、じゃ日本人がサボってたから経済成長できなかったとかね、まあ、そういうこともおっしゃってて、まあ、それもあるなって思って、いろんなその話で納得させられたんですけど、でね、そこで司会者の人がね、成田先生に、じゃあ日本はなぜ成長できないんですかって質問したらですね、そうしたら経済学者の、頭のいい成田さんがですね、よくわからないですねって話すんですよ。その経済が専門、経済学者であんなに頭が良くて普段からねいろんな意見を言う人がですね、自分の専門の経済のことなのに日本経済なぜ成長できないかって質問に対してね、よくわからないですねって話すんですよ。やっぱり僕ここにねすごい感動しましたね。で成田先生はまあ、いろんな原因は考えられますよと、まあ、少子高齢化で働ける人口が少なくなってるからとか、あと日本中国とかアメリカのようなですね、その新しい産業が生まれなかったとか、まあ、そういう産業を起こそうとしてもそれっぽい人が逮捕されてしまうとかね、まあそういういろんな要素が複雑に絡み合って、で経済成長していないっていう状態なのに、まあ、ある人はその何かが特定の原因で日本は経済成長できてないんだと、でその原因を詰めば解決するんだっていう人がですね、まあ、世の中にはいっぱいいて、まあ、それはもう情弱ビジネスですよと、まあ、そういう人がテレビとかネットにはびこっているのを、まあ、心の底から軽蔑していますって言うんですよね。いやこれ本当にね心にね響きましたね。僕はやっぱり専門家の方であれだけ賢い人なのによくわからないって言ってくれるところにね逆に安心しましたよね。逆にやっぱり断言する人ってすごい多いんですよね。その財務省が悪いとか、その政府が悪いとか、もういろんな、ね、政府支出が問題だとかね、竹中平蔵が悪いとかですね、何か特定のその敵を作ってですね、それをみんなで叩くっていうの、もちろん財務省が悪いとかね、いろんな原因ね、それ一理あるとは思うんですけど、なんか一つだけにね原因を絞ってそれをみんなで叩いて、なんかプロパガンダ的にですね人気を集めて、それで条約ビジネスをしてるっていう人もいるっていうのは本当に確かだと昔からね僕思ってたんですよ。あと成田先生が言うには、そのじゃあ政府室で国民にお金配りますよと、でそれで、まあ、インフレがね悪性のね悪いインフレが起きてしまっ
しまいましたよって、そうしたらそのお金配るのをまあやめないといけないわけなんですけれど、だけどそういう場合って国民はね許さないんですよね。ずっともらえてたお金がですねもらえなくなったりするとですね国民は許さないと。なので、まあ、民主主義国家である日本でですね、一度政府支出を増やしちゃうと、もう元に戻せないっていう状態になっちゃうんですね。なので、政府支出を増やすっていうのはすごく慎重になってて、非常にリスクの高いことなんですよって話してて、まあ、これもですね、もう僕も前から思ってたんですけど、まあ、これに対してもですね、いろんな反論ってあると思うんですけど、僕は成田先生の言葉になんか賛同しちゃいますね。はい。結局その、経済っていうのは複雑で、経済学者とか政府の人間が何かをやったらその成長しますっていう世界観自体が、間違ってますよって言うんですよ、成田先生。で、まあ、竹中平蔵さんが日本をダメにしたとかね、その竹中平蔵さん一人でですね、これだけ悪くなるってありえないじゃないですかみたいなことをおっしゃっててですね、まあ、これに関してもですね、いろんな人の意見があると思うんですけど、僕はね、成田さんのおっしゃっていることはね、正しいんじゃないかなってね、思いましたね。っていう感じが僕の感想です。あくまで感想です。本当に僕は経済の専門家じゃないので、それってあなたの感想ですよねってね、本当に言ってください。はい。全然僕大丈夫ですんで。はい。なので、やっぱり、その、MMT とちょっと違う意見をですね、僕、経済の話でするとですね、大抵その三橋 MMT 派の人、和製 MMT 派の人がですね、コメント欄いっぱいコメントくださるんですよね。もっとちゃんと勉強してくださいって。もっとしっかり勉強してください。三橋 TV を見てくださいってね、毎回そういう温かいコメントをいただくので、その三橋 TV もですね、僕よく見てるんですよ。いろいろ三橋先生の意見も聞かせていただいて、まあこういう意見もあるんだなって思ってたし、まあもともとですね、僕はその、三橋信者だったんですよ、昔。はい。で、もともと僕、美容外科医で、その、経済のこととか全、ほとんど勉強してこなかったので、で、まあ、数年前にですね、まあ、三橋 TV をですね、その、YouTube で見るようになって、あ、こういう考え方あるのかって、MMT ってすごいってね、すごい自分が賢い気になっちゃって、まあ、政府は間違ってるんだ、財務省は悪なんだって、その信じちゃったんですよ。で、あ、信じたんですよ、その時は。で、三橋信者だったんですよ、その時は。で、その後、いろんな人の話を聞くようにしたんですよね。さらにもっと深く勉強したくて、緊縮財政派の人とかで、ね、リフレ派の人とかの意見もいろいろ聞くようになったらですね、全くまた全然違う話とかしてて、その話はその話でまた納得させられちゃうので、結局僕は経済は何が正しいのか、わからないので、今はもう何派でもないです。はい。リフレ派でも MMT 派でもないし、緊縮財政派でも何でもなくて、よくわからない、ただの一般人です。はい。なので、感想を述べさせていただきました。やっぱりその、三橋 MMT ってすごい魅力的なんですよね。なんでこんな簡単なことを政府やらないんだ、どんどんお金を配る、発行してお金配ればいいじゃないかっていうのはですね、もちろんそのインフレ率を見ながらっていうのはいろいろあると思うんですけれど、すごく魅力的で、単純、比較的単純なんですかね。まあ経済ってすごく複雑なんですよね、そもそも。だって民間企業とかね、僕ら美容外科医だっていろんなサービスをやってね、試行錯誤して、それで生き残ったところが、だけが生き残ってね、潰れるところは潰れて、で、あと国民一人一人の気分っていうのも大事ですしね。お金使いたいなっていう時の気分の時もあれば、お金使えないで貯蓄しようとかね、世の中のその空気によって気分もね移り変わりあるし、それ以外にもその税金をどれだけ徴収するかとかね、税率をどれぐらい上げるか、消費税どれだけ上げるかとか、あと政府がどれだけ支出するかとか、日銀がどれだけとかね、もうすごい複雑なことがで絡み合って経済って成り立ってるのに、僕ごときの人間がですね、分かるわけないんですよね。はい。なので、今回はね、感想をね、述べさせていただきました。よかったらコメント欄に、僕のね、意見に対してのね、コメントをお書きください。真摯に読まさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。